待て、キリ。呼んでいるのが聞こえないのか。お前、そのペンダントはどうした？質問に答えろ。どうしてお前がそのペンダントを持っているんだ。キリュウ、そのペンダントが何なのか知っているのか。悪いことは言わない。そのペンダントを私に渡せ。何がおかしい？そのペンダントのことすらわからないお前がカツアゲ呼ばわりするか。知らない方がいいこともあるんだ。それに、まあいい。どうしても渡さないというのなら実力で奪い取らせてもらおう。
先輩、キリュウ先輩、先輩、大丈夫ですか？覚えてませんか？廊下で光先輩と喧嘩して。でもよかったです。大したことはなくて。私の兄の聖者です。その話は。
ちゃん、キリュウ先輩はそんな人じゃ。でも、ごめんなさい。ごめんなさい。兄はああいう人なんです。私には優しいんですけど、仕事にはすごく厳しくて。光先輩なら武道館にいるんじゃないでしょうか。先輩、まさかまた喧嘩なんかしませんよね。先輩、でも光先輩は。ごめんなさい、そういうわけでは。
何を騒いでいるんだ。そっか。悪いが、外してくれないか。もしかすると、お前たちに迷惑をかけることになるかもしれない。黙って、席を外してくれないか。わざわざ何の用だ。そうか。